ます。はい、この番組は素敵なご縁の輪を広げて化学反応を起こそうをコンセプトに開催しています。広げよう友達の輪。もうね、皆さん今日はなんとうちの鈴木香里インストラクターです。イエーイ、よろしくお願いします。いつもはですね、このかおちゃんが撮ってくれてるんですよ、編集もね。だけどもうせっかく今回スカーフ、ストール、マフラーの巻き方本監修をしましたということでね、かおちゃんにもいろいろインタビューしたいなと思って今日はゲストトークさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、今日本当にね、さっき決めたんですねさっき決めたので、もうファッションチェックってね、かおちゃんきっと何も考えずにこの格好で今日は来てると思いますが、はい、どうですかかおちゃん、今日のファッションチェック、なんかコンセプトは今日本当に裏方です。裏方作業の格好で、うん、もうパンツも細身で、うん、なるべく動きやすくてですね、うん、なるべく目立たないような格好でいつも着ているので、うんうん、まあそんな感じですね。でもちゃんとなんかネックレスとかしてるじゃない、まあ、一応ね、でもゲストをお迎えするので、はい、最低限の、おしゃれ感だけをしてですね、うん、来ております。はい、はい、で明日美容院に行くっていうことで今日一番汚い状態一番汚いとか言わないのはい、はい、さあこの鈴木香里さんですが、はい、今までのねちょっと経験を聞いてみようかななんて思います。はい、はい、まず一番最初はどんなことを仕事にしていましたか？一番最初はですね、うん、短大卒業してからは、うん、実は損害保険会社に勤めておりました。知らなかった、そんな損害保険会社そう、そこで何をしてたんですか？そこで本当に事務職ですね、やってました。うん、はい、そこからふとなんとなく、うん、なんか、うん、何かもうちょっとこうものづくりとかですね、何か違うことがしたいなとふと思いですね、うん、いろいろ考えた時に、その時に出会う人っていうのが本当に、ディスプレイコーディネーターさんだとか、インテリアコーディネーターさんだとか、うん、そういう関係の方に出会って、うん、あ、そういうお仕事ってあるんだなって初めて気づいた。へえ、でそこからじゃあインテリアコーディネーターの方に行くんですか？はい、でそこからでもすぐに辞めるのが心配だったので、うん、1回、在職しながら、うん、通信教育とか、あとスクーリングとか、ちょっといくつかですね、うん、単発の講座とかいろいろ受けながら勉強して、うん、でなんとかできそうかなと思うところで退職して転職しました。うん、へえ、でインテリアコーディネーターのなんかこう会社に入ったんですか？そうですね、ちょうどねバブルが弾けてしまってですね急に就職雑誌が本当ペラペラになって困ってたんですけれども、うん、で職案に行って職案で紹介していただいた会社だったんですけれども、うん、うまいことですね潜り込むことができまして、うん、でそちらで本当に、下ばかったらきのようなことから現場で始めて、うん、やってましたね。なるほど。でインテリアコーディネーター何年ぐらいやっていたんですか？もうずっとほとんどずっとやってました。今でも、ご紹介とかですね、うん、ご相談受けてるんですけど、うん、本当にメインで現場って言ってたのは、5年くらい前までは、うん、住宅とか、うん、ホテルとか、うん、レストランとか、うん、まあ、いろいろやってました。あ、ということはもう20年くらいそうですね、やってました、はい、長いキャリアですね、うん、でそこからカラーを学びに行った？そうなんですよ、実はですね、うん、そのインテリアの学校に行ってて、うん、本当に1コマ2コマの、うん、カラーの授業があったんですね、うん、でそのカラーの授業がものすごく面白くって、でそれまでカラーってこんなにシステマチックだとも思ってなかったし、うん、なんだろうな、割とね、そこにはまってしまって、うん、そこから今度、うん、カラーの専門の勉強をしたいと思って、うん、カラーの学校にまた行き始めたんですよね。うん、で当時まだそんなにカラーコーディネーターが、うん、まだこれからのとこだったんですけれども、うん、何年ぐらい前？もうそれこそだから20なんだろう、5年ぐらい、もうだから色自体は25、6年はやってるんですよね。うん、でそこから、はい、じゃあパーソナル、まあ要するにスタイリスト、うん、はい、になろうと思ったきっかけは何ですか？
まあ、もともとずっとインテリアをやってると、うん、まあ、当然、うん、あのそこのお施主さん と、うん、クローゼットだとかワードローブの話になりますよね、うんうん、でお洋服のご相談だと、そのワードローブのお話のご相談からやっぱりお洋服のご相談、うん、で色のご相談になるので、うん、でちょっとそういうこともやってみたらいいなって思った時にちょうどパーソナルカラーというものに出会って、うん、でパーソナルカラーの勉強をして、うん、でそれからこうファッションの方までこう、まあ、重なってるんですけども、インテリアからファッションまでっていうご提案の方に少しずつ色を中心にやっていこうかなと思って、うん、なるほど、はい、今に立ってます。でじゃあスタイリングカウンセラー協会っていうのをしたきっかけっていうのはどんなことなんですか？ね、やっぱりね、色だけだと提案しきれないっていうことに気づいて、うんうん、やっぱりあのスタイリング、それもなるべくその方に合ったパーソナルなスタイリングをご提案したいなと思ったら、どうしてもスタイリストの勉強が必要だなと思って、うん、でいろ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 、調べている中で、うん、先生のところに、うん、私を知っていただいたきっかけは？きっかけは本当にインターネットです。ネット検索。ネット検索で、うん、で言ってたんですけど、先生ごめんなさい。実はねその時に骨格スタイルというのが中に急に目立ってなったので、はいはい、ちょっと先生のところと骨格スタイルと迷ってですね、うん、で骨格スタイルの方を実は先に学びに行ってしまったんですけれども、うん、なんかね先生のことがすごく忘れられなくって。うん、で骨格の勉強はしたんだけど、いや、 やっぱり何かちょっと自分の中でもうちょっと勉強したいって言った時に、うん、なんかやっぱり記憶に残ってて、それはインターネットで見てもらって記憶に残ってたの？でね、その時に一応本、あ、ご著書も、うんうん、あの買わせていただいて、うん、で読んでたんですね、うん、でそれは内容は納得したと、うん、で、骨格勉強したと、うん、でもやっぱり先生のところに習いたいと思って、うん、でそれから行ったのが3年前ぐらいですかね。そうですね、うんうんうん、門を叩いていただいてありがとうございます。ありがとうございますで、まあ、インストラクターのね、うちで資格まで取ってくれて、はい、でスカーフストールスタイリストの方もね、うん、はい、取ってくれたんですよね、はい、でまあかおちゃんの強みといえば、まあ、もちろんスタイリングも学んでもらったのでスタイリングもバッチリなんですけど、なんといってもキャリアが長い色と、うん、まあ、手先が器用なのでね、スカーフストール、うん、はい、っていうことで、まあ、ブログをね発信してたんですよね、はいはい、そこで見つけてくれたんですよね。本当にラッキーでしたね。いや、すごいなと思って、はい、うん、このスカーフストールマフラーの巻き方本の、その見つけてもらった何かきっかけってあるのかしら。ですね、後々それはき、うん、あの伺ったお話だと、はい、やっぱりあのこういう本でこういうことの監修をしてもらう時に、うん、ブログだとかホームページだとかはやっぱりあの検索されるそうなんですね、うん、であとはやっぱりプロフィールと、うん、あとあの活動内容とお写真と、やっぱその3点セットでですね、うん、誰にしようかなっていうふうになるそうです。これちょっとポイントですよねえ、プロフィールとブログと活動内容、うん、であとお写真、やっぱり一応お写真も結構ね、うん、あるそうです。よかったね、プロフィール写真撮っておいて本当ですね。あ、はい、じゃあこの4つですよ皆さん、はい、これポイントだそうです。だからやっぱりコツコツと書いておくと、うん、まずやっぱり検索するときに引っかかるじゃないですか、うん、だからなんか専門のことに特化してる、まあ、何か特化するというか、うん、一つこれだっていうものをこうやっぱコツコツと継続して書いていくと、うん、まず検索に引っかかりますよね、うん、そのキーワードで、うん、でそれからプロフィールをきちんとしていく、うん、であと写真をちゃんとしておく、うん、と、まあ、目に留まればうまくそういうことになるのかなと思って、うん、で本当にだから先生に一緒に前門を叩いてですね、最初2回目の授業かなんかで、うん、とにかくかおちゃんちゃんとねブログを作ろうということでアメブロを一緒に作っていただいて、うん、でも書くことないって、いや書くことあるからって毎日毎日もうあの時はですね書かされてるぐらいな感じだったんですけど、あの本当にねそういうことの積み重ね、うん、で慣れて習慣化する、うん、ことが大事だなっていうことは本当にあの感謝してますし、よかったなと思ってます。いや成功例ですからね見事な、はい、でその監修本に、うん、もう監修本に鈴木香織ってね、うん、結構大きく名前が載りました。ありがたいです。何か変わりましたか？そうですね、でもやっぱり、うん、本当に皆さんに買っていただいたり、うん、していただいたおかげで、うん、やっぱりそこからつながって、講座の、うん、お話をいただいたりですね、うん、
してますので、やっぱり良かったなと思います。ね、なんかこうクラブハウスでね、毎朝かおちゃんもモデレーターで加わっていただいていて、はい、木曜日は鈴木香織さん担当なんですけど、クラブハウスからもすごいお申し込みありましたよね。そうですね、本当にありがたいと思ってます。本当に。でその監修本が出た時もみんなが喜んでくれて、ね、本当にあれちょっと本当に泣きました。本当に本当に感激しました。本当ありがとうございました。いや嬉しい話でございます。はい、もうじゃあちょっとスタイリストになりたい人たちに向けて何かメッセージをお願いします。ね、やっぱり、好きだということが多分エネルギーになると思ってるんですね。で私あんまりそんなに容量が良くないし、おしゃべりもあんまり上手じゃないんですけれども、でもなんだろうな、やっぱり、好きなことを突き詰めていくっていうのだけは、得意というか、嫌じゃないので、好きなことをやっぱりコツコツと地道に、やっていくのがいいのかなっていうのと、あと一つだけ、座右の銘じゃないけどずっと思っているのが、いい時も悪い時もおごらず、腐らず、とにかくただただ続けることっていうのは、もう、20年30年もうずっと社会人になってから、思ってることなので、なんかそんなことかなって気が、してます。かおちゃんがよく言うんですよ、インチキは嫌いだってだからね、まあ、でもその一言に集約されているのかなと思って、やっぱり誠実で、で本当コツコツね伝えていくっていうかおちゃんの誠実さがファンを作っていくんだなっていうふうに思います。はい、で今日もね半ば無理やり、はい、ここにここで話をインタビューを、はい、聞き出しています。でもううち ISCA でも結構みんなね出てるこの友達の輪のゲストに出ている人も多いのに、かおちゃんがねこうせっかく本の監修をしたのに出てないのも何かなという、まあ、皆さんのご要望も、ご要望にもお答えして、はい、今日は鈴木香織インストラクターにインタビューしました。それではかおちゃん、また今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のゲストは鈴木香織さんでした。ありがとうございました。頑張ります。よろしくお願いします。